はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、僕あんまり環境デッキそんなに使わないんですけど、リミットが発表されましてね、規制されることが決定したデッキっていうのは、まあ、新しいデッキをね、皆さんに提案しないといけないなというふうに思っておりまして、本日やっていくのは、ハープイデッキですね。はい、スワローズネストがリミット2に入ることが決定しまして、今まではこのスワローズネストっていうカードをまあガン積みしていたんですけれども、このねネスト君がですね、リミット2に入るということはですね、リミット2の枠が、この彼なる分身と被るわけですよ。コーカスとかもとも被りますけど、被るんで、まあ、このカードを、使わずに展開していく方法がないといけないということで、ネストって結局事故率回避にもなるし、相手 その除去カードをから逃げることもできるということで、非常に強力なカードだったんですが、まあ、これが規制されるということは、まあ、どういうことかっていうと、バック除去か、まあ、もしくは相手の除去を、まあ、回避できるカードを入れざるを得ないということなんですね。はい、で、まあ、もちろん20枚構築にしてもいいんですけど、僕は30枚構築でヒステリックサインを叩き割ったり、ヒステリックサインを天罰で捨てるっていう動きがすごい好きなんで、まあ、30枚の構築にしてなんか手札コストでなんかヒステリックサイン切ったりとか、あと狩り場で、先行で、ね、サイン割ってなんかめっちゃサーチしたりとかっていう動きをしていく構築にしました。はい、ネストがないっていうことはね、結局ね弱くはなるんですよ。どうしたって弱くはなるんですけど、ただハーピーのギミック自体が死んだわけじゃないんで、チャネランも生きてますし、パフィーマンも生きてますし、なんかメインギミック全部生きてるんで全く問題はない、正直。まあ、ちょっともちろん弱くはなったけど、全然強いわ。何ランク戦でデュエルキングになりたいとかいう程度であれば全然強いし、まあ普通に KC カップとかも全然活躍できるんじゃないかなと思いますけどね。まあネストの大王枠が何になるかっていうだけだと思ってます。はい、で一個だけ、このデッキすごい強いんだけど、もちろん強いから使ってみてほしいんだけど、一個だけ俺すげえ悲しいお知らせがあって、これハーピーと全然関係ないんだけど、スワローズネストがリミット2になったってことは、これ今後実装される、レイドラプターズデッキにスワローズネストが2枚しか入んないし、リミット2に入んないんですよ。これだけ非常に厳しい。これリミット2になるんで、スワローズネストレイドラプターズ来た瞬間ネスト2枚しか積まないんですよ。もうこれだけ厳しい、マジでハーピー許さん。というわけで早速ね、リミット5ハーピー使っていきましょう。デュエルスタンバイ。強すぎてこのデッキは脳死で勝てる。さあ、お相手の方、幻想ちゃんですかね。幻想ちゃん、なるほど、龍一だな、このハンド。なるほど、龍一だな。行くしかないか。出した方がいいかな、さすがに。サイクロン引かれてたらなんか瞬殺されそうな気がするんですけど、まあパピューマが行くしかないですかね。ちょっとモンスター固まるのあんま強くないっていう話あるんですけど、まあ、とりあえずこれでパフューマーの効果を発動しながら狩り場の効果がぶち割られていく。はい、できればね、サインをね叩き割って3枚ぐらいサーチしたいんですけど、まあ、言うて3枚ぐらい入ってるのよな、これサイン、ヒステリックサイン、ね、でハーピーサイバーボンテージを特殊召喚していく。ハーピー使いに行きたいんだけど、これサイバーボンテージと何ワン、どっち先出したらいいの、これわかんねえよ俺、ハーピー使わねえから普段わかんねえ。幻想はまあでも月の書割られなければ強いけどな、月の書マジで割んないで、あソプラノ、あ大丈夫だ、サイクロンはない、オッケー。まあじゃあ月の書、ここで月の書する必要性はあんまないかなと思うんだけど、どっかで、まあ、2体並んだところで月の書すれば1枚バウンスできるんで、1枚月の書しながら多分ね2枚前に触れるの多分強いんですよね。融合召喚するものも別にいいや、最悪。歌姫から乙姫でもいいや。でそれはスキルにはチェーンできないのでこれはしょうがない。でローリー・イット・フランソワの効果発動をでだな、まあでもここで打つしかないかな。フランソワは手札にいたら結構困ると思うんですよ。なんでソプラノを裏側にしながらフランソワをバウンスすることによって
やつの初動を止めていかざるを得ねえ。ソプラノは後ろ向いてもらって寝てもらって、でハーピレディの効果によって相手のフランソワをバウンスしていく。これでなんとか前処理で、ソナタは幻想モンスターいないから特殊処理ができない。オッケー、よし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 よで種休め、結局ね、結局ハーピースクラッチクラッシュなんですわ。結局一旦デッドにするか。何が強いんだあの敵に対して。まあ、でもデッドリーいた方がいいよな。デッドリーいた方がいい。ブルームディーバーとか除外するし。でデッドリーでデッドリー効果、オーバーレイユニットを1つ使うことによって相手のフィールド上のモンスター1体を選択し、そのモンスターをゲームから除外していくという効果で、万華鏡華麗なる分身を発動。万華鏡華麗なる分身の効果によりデッキからハーピーレディ1を特殊召喚で羽休め。はい、一応攻撃反応をケアしたいからサイクロンかなんか来てほしいんだけど、サイクロンかなんか来てくんない？サイクロンとか欲しいなー、くんないかなーって。だー来ないよねー。セットバトルフェイズ1600ダイレクト。あー、オッケー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 。多分これあれですね、ネクロフィジョン、あの手は結集か。対戦ありがとうございました。相変わらずなんかハーピーは強いわ。さあ、10代くんは一体何デッキを使われていらっしゃるんでしょうか。全てをぶつけ合おうぜ。なるほど、龍一行くわ、私のターン。いやー、これあれですね、なんかカリバ残すかどうか。あ、いや、これ叩き割っていいんですか。これカリバ残しといた方が強い説あります。このサンクスは結構相手つらいみたいな。そんなことない。言うてこれさすがに SC 出さなきゃあかんか。これなんかカリバに絶対的信頼置きすぎか俺。忍者珍しいデッキですね。これちょっとね、あのね、本当にね、わかんないんだプレイング。俺環境デッキとかいうの使わないから。うん、これはカリバさすがに SC 出すの正解か。どう考えても今のなんか忍者だったらカリバ強そうだけどな。はい、カードをセット。うわ、サンクス来た、サンクス来た。ターン殴んない、殴りさえもしない。なるほど、一旦ちょっとサイクロンで1枚だけ割っとく説ありますねこれね。はい、でなんだろうなこれ、速攻魔法発動。ヤクサで効くか。はい、でそれは破壊させていただく。カリバなのにこいつサイクロンも入ってるのがキモってなってるだろうね相手の人は。一応これがなんかあのスワローズネストとかで逃げられないあののでっていうことなんですけど、とりあえずパフィーマー召喚して、超変化何枚くらいあるのか知らないけど、とりあえずこれどうすか。でパフィーマー効果通るね、通るね。はい、で華麗なる分身持ってくる。はいはい、深淵の宣告者。なるほど。で万華鏡を、まあ、チェーンないんで、まあ大したことないカードでしょう。あれはじゃあまあ SB でカリバ。はい、でこれでサイクロンは一応温存できました。狡猾。いや、うまっ、俺うまっ、俺割る順番うますぎだろこれ。あれだったわ、サイクロンで最強カード抜いたわ。はい、でこうして、まあもう狩り場やねえか、もう狩り場やないですね。はい、であいつは戻すとやばいこと起きそうなんで、まあ、とりあえず狩り場破壊する。で戻さない、あいつは戦闘で破壊した方がよろしい。はい、はい、OK。 でエンド、
面倒。いやこれ絶対先行でこれやるべきだったな。取ろう。わかんねえんだ、すまんな、みんな。申し訳ない。ちょハーピーとか1ミリも使わねえからわかんねえんだ。うん。あ、オッケー。私のターン。で、ドロー。カリバキタ。パフューマーは？相手なんか。これ2枚サーチ入るけどいい？なんか防御度あんのかな？このなんか自信満々に耐えんのってことはなんかベイルかなんか入ってそう、わかんねえけど、なんだろうこれ、戦略補充とかですかね。まあ、とりあえず万華鏡で、で万華鏡も発動していく。で万華鏡でハーピー1を特集で、シンクロして墓地に3体貯めましょう。はい。でもう狡猾ないんで、まあ、2体で一気に処理されることはないと思うんで、多分さすがに。で羽を休めていきましょう。でまあ、カリバジョニア、万華鏡で出せるモンスターを戻していけば、まあこれでまたもう一回再利用ができる。はい、サイクロンまた来た。サイクロン次。サイクロン次。なんかありますね、なんかありますね。カイトロイド、なるほど。だってこの盤面返せないだろ、なかなか。さすがに忍者でしょ。いや忍者はですね、このあの最強のね、SC とかいうモンスターに結構厳しいとは思うんだけど、どうなんだろう。あとはあれですね、サイクロンが多分めちゃくちゃきついと思います、あのデッキ。なんか知らんけど死んでみないか、あれだろう、なんか忍者強いの知らんけど、ちょわかんねえや。でもなんか強そうな動きはしてるな、さっきから。はい、でコンバージョンね、オッケー。でコンバージョンは、忍法を破壊するとその数だけドローできるので、一応2枚ドローは別にいいですよ。それはねいいでしょう。そっか、許しましょう。まだ打ちどころではないね。さあどうする。修練は割んないといけないか。忍者モンスター回収されるんだよね、あれ。させないわ。これは割っておきましょう。速攻魔法発動。でそうすると忍者召喚しても、墓地の忍者を回収されることがないので、半蔵でを回収されることはない。はい、で半蔵召喚デモンズチェーン。召喚デモンズチェーンで効果無効になっていく。戻しはしない。はい、で半蔵くんがビリビリした。でセットサイクロン。いじめかな、新手のいじめかな。はい、書いていただいて、はい、ありがとうございます。新手のいじめじゃねえかよこれ。で、ハーピスト召喚戻って、はい、わかんねえ、なんかやばい。プレイングすげえガバい気がするけど、なんかよ、なんかめちゃくちゃ勝てるから多分この新リムルームで、このデッキ最強だっていうことでいい。なんか何も弱くなってねえや。さあお相手の変態仮面、 HK 変態仮面、 HK 変態仮面。おー、これはやべえな。ちょっとねハーピスト来すぎなんだよね。ハーピスト来まくるのはちょっと聞いてないわ。うん、ジュノン。出た、死んでみてね、死んでみて。そうなんですよ、そういえば魔導書も、ちょっと俺マジで魔導書も全然わかんないんだけど、なんか魔導書もリミットが解除されて、まあ、結構注目テーマではありますね。こいつは一旦一度自分の手札墓地から魔導書魔法カードを1枚除外すると、発動できる、そのカードを破壊する。なるほど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 。だからまあ破壊することはできると。でバテル、ああ強いね、グリモバテル、グリモバテルの最強ムーブでバテル召喚。オッケー、これはねゲートの魔導士が飛んでくることは覚悟しなきゃいけないね。これゲートが飛んでくるというのは覚悟しなければならない。さあセフェルの魔導士を加えていく。でセフェルの魔導士の効果、セフェルの魔導士は手札から魔導士を見せることによって墓地の魔導士のカードの効果をコピーして、そのカードのように使うことができる。そのカードのように、まるでそのカードのかのように使うことができる。つまりこれは今グリモを2回打たれてるみたいなもんだ。強い、ヒュグロいいだろう。さあヒュグロは千打打点アップ。で戦闘で相手モンスター破壊すると魔導書を、サーチできるっていうカードですね。これは
はい、まあ、それはしょうがない。サイクロンとか撃ったところで何の意味もないで、ゲーテの魔導士撃たれる、ランで除外される、はい、それはもう無理。あ、これもしかしてこれ前除外されたら終わりか、俺これあれこれ前除外されたら終わりやすか、これ。あやべえ、なすすべねえんだけど、なすすべがねえ。最強か、わかったわ、これ魔導書環境だ。キング松坂がまた言ってるぞラジオで、魔導書あれ迷惑じゃないってな。